エミール・アドルフ・ホンベーリングはドイツの医学者、実業家。1901年にジフテリアに対する血清療法の研究で第1回ノーベル生理学・医学賞を受賞。1854年西プロシアのハンスドルフに生まれる。成果が大変貧しかったため学費のいらない陸軍医科専門学校に進学し、軍医として陸軍医務局所属。 総称に対し有効な殺菌薬はないか検討の上、実地で試し、ヨードホルムの殺菌性を発見。これにより医務局は、評価を高め研究者として、薬理学者ピングのもとに送られた。その後、軍を辞め、ベルリン衛生試験所に移り、ローベルトコッホの助手として、衛生学を学ぶ。1884年に、フリードリヒレフラーがジフテリア菌の純粋培養に成功。 当時ジフッテリアは感染すると死亡率40%にもなり、一刻も早い治療方法の確立が望まれていた。当初、薬物で殺菌を試みたが思うような効果を上げられなかった。感染しても死に至らない者もいるため、血液中には殺菌を行う化学物質があり、それらをコッホの4原則に基づき、純粋培養し、感受性宿主へ、 接種できないかと転換した。1890年12月4日、ドイツ医学修法第49号に、動物におけるジフテリア免疫と、破傷風免疫の成立について、を、北里柴三郎との協調として発表。第50号において北里との協調ではなく、自身の名前のみで、ジフテリアについて、データを発表した。百九十二年ベイリング株式会社を、 設立する。1895年には、マールブルク大学衛生学教授と衛生学研究所長に就任。1896年24歳年下のエルス、スピノラと結婚。1901年、ジフテリアに対する血清療法の研究で、第1回、ノーベル生理学、医学賞を受賞。受賞に際し、自分だけの功績ではなく、 共同研究者の北里柴三郎あっての結果であることを述べたとされる。北里が受賞できなかったのはジフテリアについてのデータをベーリング単独名の論文で発表したこと、ノーベル委員会や選考に当たったカロリンスカ研究所が血清療法のアイディアはベーリングの創出で北里は実験事実を提供しただけとみなしたこと、小燥節後最初の選考で、 後のような共同受賞の考え方がまだなかったことが理由として挙げられているほか、東洋人の北里に対する人種差別が原因であったとも言われるが、ノーベル賞選考委員会はこれを否定している。没後、免疫学に功績のあったものに対して贈られるエミール・アドルフ・フォン・ベーリング賞が制定された。また、日本でもその名を冠した免疫学賞、ベーリング、 北里賞が1980年から1997年まで、各年に、京急会受賞された。マールブルクに、ベーリングウエルケ工業団地があり、バイオテクノロジー関連の16社が創業している。ベーリングの名を冠した企業は、デイドベーリング、CSL ベーリング、ノバルティスベーリングが創立されている。ありがとうございます。